コロコロ山古墳からね、ちょっと歩いたらそうなんですけどね、メルス山古墳でございます。一瞬回ったんだけど、なんか中入れなかったと思っちゃうかな。どうやったんだろう、入った記憶ないんだけど。およそ100メートル先、目的地は右側です。はい、わかりました、右側。おお、マムシがおるから上がんな、これ。上がれなかったんじゃないかな、これ。公園分かるとこないかね。高いな、これ。これ上がった後あるな。これ上がった後あるね。上がった後ありますか、ここ。さて、石棺とか石碑とか見れるかね。上がった後あるけど、ここで終わりかね。上がられんか、こっちは。南は多分後ろやけどね。ああ、行かれんな。上がれませんか。お、なんかこっちから上がれそうやわ。お、タケノコが。ああ、こっちも行かれんね。これか。お、タケノコ出てきてはりますけど。お、お、ルートあるぞ。おお、竹の子。おお、竹の子だらけでございます。はい、上がってきました。これが、公園部の糞場かね。はい、出てきた。あら、残ってないんだ。これね、石が残ってるのは天井石。これ天井石だった下に。天井石かね、これ。これが天井石なら、下に石棺がね、石碑があって石棺だけど。ちょっとわからんな。あら、穴が開いてるぞ、これ。どういうか、どっか入れないんかよ、これ。あれ、入れない。どこ？反対から入れない。こうやろ。開口が、開口してあるのが、こっちの後ろの方やけどね。後ろの方、こっち民家でございますからね。民家で、これ神社があって、あれ、やっぱ開いてないね。神社かと思いました。はい、もうすぐに焼けば。いやー、開いてないね。開いてないね。これ下は前歩いてんな、下の方は。はい、失礼します。奈良県神社町。その上に祠が立ってるからね。はい、失礼します。八坂神社か。わあ、古いね、これ。これ古うございますね。木の札から。ありがとうございます。
狛犬じゃなくて狛牛でございました。この石垣は近年だな、これは。これ下をずーっと歩いてね、なんか遠回りしたこと記憶ありますが、すごいこともあってね、その辺からちょっと上がるとこあるんで、ちょっと上がったんだけどね、ちょうどこの裏やからね、どうしようかね、この裏やったらすごいこと遠回りになるから、こっちから行こうか。これ回った当時は前方5円分回ってた時やから、ずいぶん前やな。いやー、記憶が定かでないね、これ。これ全然記憶ないね、これ。やっぱり記憶がありませんわ。これ春日神社。記憶は、これ記憶はな、この辺やった。はいはい。これなんか記憶あるな。で、こう回ったか。そこですからね、寝る山。これ行かねえんかね。あれがそうや、あの山の向こうちょうどぐらいやからね、300メートル400メートルあるか。これは古墳とかやっぱり分からんだな。ただ山でございますね。これずーっと歩いていったんかね、あんまり記憶ないんだけど。ああ、よう見える看板でございます。分長が何メーター？全長約230メーター、公園部が120メーター、高さ21メーター。王権の方々の、大和保険の方々の墓やったかもしれないけどね、これ。ここから曲がれるのかね、これ。前回来た時も全然上がれるの雰囲気なかったんだな、草ぼうぼうで。今日は上上がって、石室のね、上、天井か、天井部分見れたんかもしれない、あれ。ほんで、当時これ上がってみたんだ、畑やったんだな。なんか記憶を蘇ってきました。はい、ありがとうございました。明日山古墳でございました。ちょっと頂上まで上がったけどね。天井石は見れたみたいだけどね。あと、よくわからんと、横穴を持っとるから、反対下ったんやけど。ね、縦穴式だったらいいんだ。残念でございました。はい、ありがとうございました。